ダマソ、アロンソイ・フェルナンデス・デラス・レ・ドンダスは、スペイン王国マドリード出身の文献学者、詩人。二十七年世代の一人。代表作は1944年に表された詩集、怒りの子らで、1978年にセルバンテス賞を受賞した。主な実績に1950年に表された、スペイン詩の他に、同国出身の詩人ルイス・デ・ゴンボラやカトリック、 教会司祭、神秘思想家のサンフアンデラクルスの研究がある。1898年10月22日、スペイン王国のマドリードに生まれ、マドリード大学で学んだ。歴史家、言語学者のラモンメネンデスピダルに指示した。その後、イギリスのオックスフォード大学、スペインのバレンシア大学でスペイン語を教えた。1927年にルイス・デ・ゴンゴラ、古州に客注をつけて観光。 1935年には、ゴンゴラの司法を表して、詩人、劇作家であるフェデリコ・ガルシー・アロルカと共に、ゴンゴラ再評価における中心的役割を果たす。欧米諸国で教えた後、長らく、マドリード・コンプルテンセ大学で教員として、ロマンス書号を教え、スペイン王立アカデミーの会員となった。ABE 版ー百科大辞典1973 P32 ABC グランド現代百科時点1983 P123 アロンソとは引くことバンク2013年4月29日閲覧ありがとうございます